西武の平知ってますかって本人だろ。俺本人のドラフト見てましたか。見せてよ。ドラフト見てた見てた。なんか競合何かぶるのがあんまなかったよね。指名されましたかだってとっくの昔に指名されてるよ。とっくの昔でもないか。5年前は昔。新しく入団する選手たちに夢を与えるために平さんの銀行通帳を見せる配信してください。絶対お前が見たいだけだろ。お前とか言っちゃったけど。マイナーカード作りましたか。作ったよ。え、マイナーカードってさ、マイナンバーカードのことでしょ。マイナンバーカード作ったよ。小さい頃はどんなゲームやってたんですか。ポケモンとかだよ、小さい頃は。ポケモンのあの、スイ君エンティー来航ぐらいまではやってた。ゲームは無課金税ですか、課金税ですか。どっちかって言ったら、あ、わかんない。デュエプレはめっちゃ課金してた。リリリ振り込んだ。いや、まだまだ。あの、リリリさんは、あの、リリーさんっていうのは、昨日の賞金付き大会で優勝した人なんですけど、あの、今、ペイペイの、なんか、匿名で送れるみたいなですか。なんか、送金できるやつみたいな。あれの登録を僕がやってるとこです。本人確認。なんか、2日、あ、結構時間かかるらしいですね。あ、できてる。あ、認証されたかも。じゃあ、今日払おうかな。リリリさんに。リリリーポッター。行きたい国ありますか。行きたい国ありますかの前に名前が。行きたい国、台湾とか行きたいな。あと韓国も行きたいな。韓国行って韓国料理食べたい。韓国料理なんか食べたくなんないですか。めちゃくちゃ、たまに本場の韓国料理食べたい。中地選手とは対戦したことは、 あるある。中地選手さんあります。確か夏の大会、僕2年生の時対戦した覚えがあって、中地さん3年生で。グローブはどうやって選びますか。グローブはね、1個作るんですよ、グローブ。そしたらその形でお願いしますってメーカーさんに言えば、なんかまた同じのが届くっていう感じで。ゲーム画面と平選手とどちら見たらいいですか。ね、ゲーム画面見てください。平選手の水色のグローブかっこいい。ありがとうございます。水色のグローブ僕も元気なんですけど。平さんは大食い系ですか。あー、まあ大食い系じゃない、どっちかというと。今日も結構食べてる。ジム終わって、ジムの隣にあるさ、ガストで、ゆうたろうとジム行った帰りに、ガスト、ファミレスで5000円ぐらい行ってきたんで、ファミレスで5000円やばいだろ。ファミレスとか普段行かないけどさ、ファミレスってめっちゃ安いよ。ガスト、ステーキ食べてない。チキンと、サラダの、シーザーサラダみたいな、L を2つ、韓国のスープみたいなやつを。一つとステーキと何だったかな。平さんは育成指名された時に入団していましたか。なんだっけ、育成だったら進学だった気が、育成だったら大学で頑張ってっていうパターンだった気がするな僕は。抹茶パフェ好き。そうなんだ。で抹茶美味しいよね普通に。抹茶はね俺も好き。あー、平君スタバとか行くの。たまに行くよスタバ。コーヒーは毎日飲んでるから。スタバだから特別なんか美味しいとは感じないけど、これはあんま味が分かんないから。スタバで注文するのはドリップコーヒーのトールだけ。確か400円くらいで、ドリップコーヒーのトール。350円だっけ。何に一番お金使った。なんだろうな。でパソコンはやっぱ高かったかな。デスクトップ36万でしょ。で、ノート、遠征用ノートで33万か。結構パソコン高かったな。楽天のドラゴンの平選手が沖縄。あ、そうです。対戦したかもしれないな。対戦した記憶あるんだけど。平くん、小学生の頃から好きでした。ってことは今中学生なのかな。中学生で高校生か。ファミレスとか一人で行きますか。全然行ける。牛丼好き。牛丼好きだよ。牛丼美味しいよね。なんで牛丼にさ、七味って合うんだろうね。めちゃくちゃ。軟式経験ありますか。小学校軟式でした。小6まで軟式で、高1から硬式。国葬についてどう思いますか。どうだろうね。なんとも思わないけど、別に。わかんない。ピッチャーって疲れますか。疲れるね。野手の方が疲れるんじゃん。それはあんまなんか、試合で1イニングしか投げないから、そんなに疲れないではあるけど。ホームラン打ったことありますか。プロに入ってはないな。だって打席立たないもん。負けたら選手名タイラーに変えようぜ。タイラーありだな。誰かふざけすぎ。ビッグボスあるな、タイラーありだ。タイラーゲームはなしか。登録名。ライオンズゲーム好きは誰ですか。僕です。完全に僕です。NPB でゲーム実況、平君だけ。あ、わかんない。他にいるの？その辺はファンの方が詳しいんじゃない？ NPB で、平沼さんがゲーム実況してた。確かに。さっきまでコメントしてたんだ。
実況、さあ平ゲーム、失礼しました、平選手の登板です。確かに、それ言ったら面白いな、アナウンサー。最近配信見てるんですけど、野球選手だったんですけど、ガチで言ってる、それ。さ、最近、なんか、街で歩いててさ、買い物とかしてさ、なんでこんな、あ、やばい、若い人が、なんか、買い物をいっぱいしてるんだろうとかって思ったらさ、YouTuber なんじゃないかなって勝手に思うことないですか、みんな。超ブランド物とか持ってたりしたらさ、なんでこんな若い人が持ってるんだろうみたいな。YouTuber なのかなみたいな。って思ったりしません？質問です。相手の選手のプレーにエグいと思った選手のプレーありましたか？結構あるよ。いいプレーしたら敵でも全然関係ないし、いいプレーだし。弱虫ペダル見てますか？あれでしょ、チャリコグアニメでしょ。名前だけ知ってる。チャリコグアニメ。ゴールド免許ですか？いや、違うね。右曲がろうとして、でも Google マップまっすぐだったから、まっすぐの車線に切り替えたら、進路変更が遅いって言われた。で、それで罰金取られたことある。6000円だったかな。そんなのしょうがなくない？行く場所なんかさ。まあ、行ったところでどうにもなんだけど。イエローカットってなんだろう、黄色いとこじゃないよ。普通の白い線で、これなんていうのかな。停止線みたいなのを超えて、やっぱまっすぐじゃんみたいな感じで行ったっていう感じかな。伝わんないと思うけど。あ、事故は起こしたことない。普通にただのね、道間違いです。道間違い。これで違反なんだと思ったよね。道間違いで。審判にリクエストしただって。確かに。リクエストしてないな。今日の朝9時頃新宿にいた、いないよ。これめっちゃ来るんだよな。平さんどこどこいましたかみたいな。今カツ丼食ってましたかとか。来るんだよな。全然違うんだよ、それ。今年のドラフトの感想を教えてください。感想はない。とりあえず、ツイッターのトレンド1位になってたから、すごいなと思った、ドラフト会議。平さんは苦渋はいい方ですか？僕はなんか全然余った方でいいっていうタイプ。自分が引きたいとかはないね。全然余ったやつでいいっすよっていうタイプ。部屋で配信したらチームメイトが入ってきそう。これ自宅なんで、これ。寮じゃないから。22歳で家あるの、めっちゃかっこいい。家、あれですよ、買ったって意味じゃないですよ。寮出て家に住んでますっていうだけですよ。自立して。家買ったってわけじゃないから。デッドボール当てた後ですいませんでした、ご飯おごりますとかあるんですか？いや、ないんじゃない？当てたくて当ててるわけじゃないし。学生の時の知り合いに年賀状とか送ってますか？いや、送ってないな。年賀状って今送るの？ LINE とかじゃないの？あと2ヶ月で今年も終わりですよ。確かに。いや、ドラフトめっちゃ早く感じた、今年。なんか最近さ、隅田とか入ってきた気がしたらさ、もう次の人で。めっちゃ早いんだけど、その気持ちわかりません？オリンピックの時はなんであんまり投げなかったの？普通に、俺が使えないからじゃない？マジで俺、グミ食ってただけだから、オリンピック。本戦。肩作ってないんじゃないの？もしかしたら。今日は黙れ言わないのだって。俺毎日言ってるわけじゃないからね、あれ。遊戯王の作者さん亡くなったね、確かに。俺遊戯王見たことないけど、一回も。平さん、プロスピでお世話になりました。あ、そうなの？俺強いじゃん。プロスピなんか弱いって聞いたんだけど。ああ、死ぬ、これは。西武のチームメイトが LINE や DM 来てる。あ、確かに俺、携帯見てないな。さっき見たっけ？全然来てなかった。全く来てない。大丈夫です。僕は LINE が来るような人間じゃないんです。それでは終わります。あざした。